れています。先頭は徐々に隊列を作りつつありますが、まあ、先ほど少し遅れてしまった岡本選手と徐々にところが隊列に移ることができるでしょうか。岡本選手は中盤グリッドからのスタートです。速度を落としようにとの指示が出されています。浅野選手マッチが次に追いついている選手五十嵐文太郎とともに最後尾についています。さあブラックアウトスタートとなりました。まずは村田優奈がエスコナ固く守って、2番手で上がってきたのは豊島律子でしょうか。豊島律子が3番手で上がってきたのは同じでしょうか。トップ2は村田、そして豊島律子、続いてトニー・トーマとアーシン・ハミルトン、さあマシンを降りてしまいました。さあ2台マシンを降りました。その後ろにオサムがついています。タイヤの感じはタイヤが待っています。最初からフランスに変わったこの決勝ヒートですが、現在トップは豊島律子、3番手には五十嵐文太郎が上がってきています。最後尾についてのスタートとなった五十嵐文太郎が現在3番手まで。トップは5台連なって、そして6番手には福田スルメがついています。さあ五十嵐文太郎は10コーナーで村田優馬を隠して2番手に浮上です。先ほどは雨のやんだ予選シートスリックタイヤを選択したため、背後を捉えつつあるといった様子を現在五十嵐文太郎がトップテスト42秒033で周回しています。で迎え撃つ豊島律子は48秒299で、この2台は2020年ツインリンクモテギ TRMCS カラーシップドライバーでもあります。でこのモテギを走り込んでいる2台、さあ五十嵐文太郎がトップに立ちました。トップ入れ替わって最後尾についてからのスタートだった五十嵐文太郎が豊島律子、そして村田優奈の次4番手がスワハットでしょうか。スワハットの走りが4番手、そして5番手にキラキルム、おさむは現在6番手を走行しています。先ほどまでトップアウトをしていたので、今後もね、追い上げに期待したいところですが、さあそこから大きく離れた7番手以降はアスミエイトが引っ張っています。3歳のマシンでしたが、さあこのアスミエイト浅野選手金メダルを獲得しましたね。昨年は今年につなげるためのスタミナ試験として1年 SD ジュニア部門で戦ってきました。でこの1年間蓄え続けた力を開幕戦から出してきています五十嵐文太郎が現在トップです。
エスゴーよりも茂木に来ることが増えたため、すぐにも移籍してエッセガーラに加入しました。茂木のコースも慣れてきて、得意はヘアピンだというふうに話していました。ブラタユーマをパスして上がってきたのは諏訪牧と、ブラタユーマは4番手まで揃って、ゴールからのスタートでした。ブラタユーマにとってはちょっときつい立ち上がりとなってしまいましたが、レースは全24球、まだまだ始まったばかりです。五十嵐潤太郎がもうちょっと独走態勢を傷つつあるでしょうか。タイムで見ても頭一つ抜けています。村田優馬41秒380、そして福田クルメ42秒233です。さあ、トップサイドのタイム、ただ上空からは雨が降ってきたなんて気候もあるようですが、さあ雨が降ってきたようです。でこの雨の強まり方次第ではこのレースまた波乱を呼ぶかもしれません。このクラスは一番速い
スワハクトはポジションを2つ取れて、現在2番手争いでトップに立ったのは豊島リットです。 SE レスクラッチレスワハクト村田優真のメカニックの皆さんにお願いです。マスクをしないでスタート上に入るメカニックの姿が見立てられます。次のレースからはマスクをして中に入るようにお願いいたします。マスクをしないでのコース上への立ち入りはご遠慮いたします。さあ2番手争い、4番手争い、ともにテールテールオンで1コーナーを見せて豊島リットが42秒29、ベラサーフルムが福田フルムが42秒23、ブラタリムが42秒227も渋滞しました。さあトップと一つの中段にもなっているコーナー問題になりました。福田フルムが豊島リットベラタリムが
トップですが、さ、メランタイメガが上がってきてますよ。さあ、帰ってきました第2集団はちょっと2つにばらけてきました。豊島優子と村上優奈の2位争いと、諏訪ハクと福田クルメの4位争い。村田優奈